続いて敗れた松山東堀内監督の談話、杉岡アナウンサーです。まず勝利まであと少しですねというふうに問われると満面の笑顔を見せてくれました。勝つという気持ちが選手にも私にも最後少し出てしまったのかもしれませんという話ですね。1回戦で勝てたのが奇跡的なものを感じていたので2回戦は大敗も心配していた。その中で、米田のホームラン突破口を開いてくれましたという話をしていました。大きな声援すごかったですね。進化が問われるのはこれから。ここで経験しないとわからないことがある。この先に生かさないといけません。夏に戻ってきたいという気持ちを持って明日からまた練習ですという話をしていました。続いて松山東高校亀岡投手の談話、横山アナウンサーです。まっすぐ前を見て大きな声で話していました。まず自分たちの力は出せました。悔いはありませんと話しました。8回の4番の宗選手との勝負の場面は気持ちでは負けないと思って正面から向かっていきました。投げたボールが甘くなってしまって投げた瞬間にしまったと思ったけれどもそこを捉えてくるあたりはさすがでした。ただ力を込めたボールなので悔いはありませんともう一度言いました。そしてあれだけの声援を受けて投げたことはない G 戦の中で本当にいい経験になりました。夏また甲子園に戻ってきてまた一緒に校歌が歌いたいですと話していました。インタビューと談話は以上です。